になってるのがあるんだけど、画面の右端明らかに血で濡れてない？うわ、待って。これは、教祖の国か？どういうこと？なんか急に謎のアイテムを見つけたんだけど。はい、どうもよろしくお願いします。としのみやです。それでですね、本日も、若い道誠の、だっけ？合ってるよね。若い道誠の事件簿、処刑人のくさび、だっけ？うん。もうやっていきたいと思います。今回はついに、間さんの勤務先に行って、さらにっていうのも変だね。さらに情報を集めようっていうところです。うん。なんて言った僕今。自分がなんて言ったかわからないんだけども、僕最近。ついにではなくて、まあまあさらに情報を集めに行きましょうだねっていうことを言いたかったんです。というわけで行ってきましょう。はい、ということで、勤務先でーす。今回は、情報10個でいいじゃん、今回。前回はね、13個でなかなかしんどかったから、10個集めていきましょう。どうも。なんだね、君は。うん。警察のもんだが、ここで働いている間という男についていくつか聞きたい。間くんが何かしたのかね？うん。間について。間という従業員について教えてほしい。間くんはとにかく気真面目な社員でしたよ。でしたとは？先日、間くんから急に辞めたいって言われました。あ、間辞めとる。引き止めたんですが、何でも信仰に生きる！おっと、間入信してるじゃん。間は会社を退職して、いや、そこじゃないって、大事なの絶対そこじゃないって。待って。間について、あ、教祖の首飾り、そうだね、使ってないからね、やっぱ残ってるね。これなんか絶対大事なアイテムだと思うんだよな、この教祖の首飾り。これ、てか、そもそもなんかあれだもんね。急に、マジで、なんか、だってお店で拾った首飾りを急に教祖の首飾りだって言い出したもんね、これ。この謎のアイテム気になりますって感じ。で、とりあえずよ。ここで何を聞かなきゃいけないかだよね。これかな。宗教の話してくんないかな。よし、してくれる。はい。殉教者の光って宗教団体知ってるか？間くんが入れ込んでた宗教だね。それ以上のことは何も、やっぱ知ってたんだ。うん。間が入ってたんだね、やっぱここに。うん。そして、みんなも知ってたと。なんなん、殉教者の怒りっても名前が怪しすぎるもんな。普通に、ヤバ系の宗教な気がするもん。うん。警察のものだが、間についていくつか、聞いてもいいか？間さん何かあったんですか？とりあえず、間についてから聞こう。間という従業員について教えてほしい。目立たない感じの人ですけど、真面目な人でしたよ。奥さんが入院してから会社を休みがちになりましたね。はぁ、ね、奥さんの件は結構大事っぽいな。うん。殉教者の怒りについて。殉教者の怒りって宗教団体知ってるか？さあみんな知ってるね、間さんが入ってたの。特殊な教義を持つカルト教、宗教だと噂だったので、私はただ、ほう、特殊な教義を持つんだ。うん。その宗教に自宅を寄付すれば、奥さんの病気が治るって。え？なに？え？騙されてんじゃん、それ完全に。宗教に自宅を寄付すれば、奥さんの病気が治るって、相田さん言ってました。うわぁ、騙されてたんじゃないかと思うんですけどね。いや、ほんとだよ。やば。間は殉教者の怒りの信者だったんで、そこじゃないでしょ。だから、さっきから手に入る情報がそこじゃないのよ。そこじゃないのよ。これ、セットしてなんかあるかな？待って、これ。おっちゃんもなんかない？なんかないよね。待って、何だろう。自宅を売るつもりだったか？これかな？これをセットして、間の自宅について。間は自宅マンションを売るつもりだったと聞いたが知ってるか？最初は奥さんの治療費に当てるのかと思ってたんだが、宗教団体に寄付するらしいと、社内でも噂になってたんだよ。
うん。いやー、社内でも噂になってたのか、そっか。で、これ順番に、それぞれのから聞いた情報を相方に渡せばいいのか？違うな。自宅を売るつもりだったわ。どう？ダメだね。どれだろうな。あ、相田の奥さん入院している。これかな。よし、これだ。奥さんについて相田から何か聞いてる？相田さんはそれはもう絵に描いたような愛妻家でした。それが奥さんが入院されてからは日々憔悴だっけこれ。していって、見てられませんでした。相田は愛妻家。うん。相田は愛妻家だった。うん。こっちのおっちゃんはどう？相田の奥さん知らん？あ、知ってる知ってる。両方から聞いていけるんだね、これ結構。奥さんについて相田から何か聞いてるか？一年ほど前かな、奥さんが難病で入院したと聞いてるよ。治療には相当金がかかるそうじゃないか。仕事帰りに、私立総合病院まで毎日通ってたらしいの。お、病院は私立総合病院なんだね。よし、これはもう移動して OK ってことじゃないかな。そろそろ。どうだろう。一回出て、もう一回入り直そうか。いやー。いや、まだ情報がありそうだな。ちょっと待って、じゃあなんだろう。どれだと思う？コートの男の顔。これかな？これ知りませんか？おっちゃん。あ、知らない。お姉さんはちょっとこれ知りませんかね？この男知りません？あ、知りませんか？なんか情報っぽいやつ。教祖の首飾り見せれるかな？あ、待って、そっか、ここにシンボルが書いてるんか。うん。これ見たことあるか？これそれだけのためのアイテムだったのかな？謎だな。それとは違いますけど、この教団の人たちはみんなお揃いの首から下げてますね。あ、これとは違うんだ、でも。うん。教会に行ったことは？一度集会に行かないかって誘われて、結局行きませんでしたけど、集会所の場所はパンフに書いて、あ、はい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 。新しい情報手に入れた。よしよしよし。ここでの情報は？まだあるんだ。なんだろう。はいはいはい。被害者が間を出すと、間は事件に巻き込まれたを聞くことができそうです。これですね、多分。よし。間は事件に巻き込まれた可能性がある。そんな、間さんが、今思えば確かに人が良すぎて騙されやすいんじゃないかと。いや、騙されやすい人なんじゃん。いや、なんかもう、なんか間さんかわいそうになってきたな、これ。これは間さんかわいそうな感じになってきてるぞ。そんなことになるなんて。いやー、かわいそうなことになってきた。なんか個人的にはあれなんだけどね、僕こういうさ、首切り系の事件ものだからさ、間が実は犯人で、なんか教祖と入れ替わってるみたいなオチを読んでたんだけど、なんか普通に間さんかわいそうな被害者説ある？かわいそうにな。なんか、宗教に騙されたおじさんだね、今のところ。まあ、だからこそ、ワンチャン競争をやってしまってる可能性もあるのか？どうなんだろうね。事件に巻き込まれるような人には見えなかったんだけどね、って。お、トラブルは全く聞いたことありませんよ、って。温厚で優しい人だった。うん。いい人だった。会社の評判は良かったと。うん。それはなんかどっかで使えるかい？会社社長だったのあなた。あなた社長だったんですか？すいません、社長。社長。ちょっと普通のおっさんだと思ってた。うん。よし。とりあえず、これでさすがに終わりでしょ、ここの情報は。じゃあまたね。バイバイ。さあ、ということで病院に行きますか。病院です。よし、今回もちょっとかかっちゃったな、時間。まあ、でもとりあえず一個進んだよ。病院に来ました。うん。さあ、病院で何を話せばいいのかな？おー、なんか、怪しそうなおじさん言う。主治医かな？はい。相田さんの奥さんが入院してるはずなんだが、少し話を聞かせてほしいと。相田さんですか？何があったんですか？相田について。相田さんについて教えてほしい。相田さんは奥さんが入院してから毎日お見舞いに来てましたよ。それが先日から来てないんですよ。とりあえず、見せれるもん全部見せようか。
とりあえずでしょ？見せれることは被害者間かな。これとか、相田事件に巻き込まれた。うん。そうですか。相田さんが、治療費の支払いはどうなのでしょうか。しゃあない。お医者さんがそれを言うのは仕方ないかもしれないけど、なんか、一番にそれを言わないでほしいな、お医者さん。うん。首飾り、これは？あ、見せても意味ないか。うん。宗教の話はどうですか？買ってきるね。殉教者の会という宗教団体を知っているか？名前ぐらいは聞いたことありますけどね。私は詳しく知らないですよ。あ、そうですか。うん。間は会社を退職している？この辺はもう興味ないかな。もう主治医の人は何も教えてくれる情報なさそうかもな。うん。間は愛妻家。うん。殉教者の会のパンフ？関係ないよね。まあ、いいか。まあ、特に、この人に話聞けそうにないから次行きましょう。これ奥さんでしょ？海田さんの奥さんですね。どうも。主人に何かあったんでしょうか？とりあえず最近の海田さんの行動を教えてください。最近変わった様子ありませんでしたか？ここ数週間思い詰めたような顔して、思い詰めたような顔してた。そっか。うん。毎日来てくれたのに、この数日来てないんです。主人は無事なんですか？首がなくなったか、首を飛ばしたか、どっちかだと僕は思ってるんですけど、ちょっと、いや、どうなんだろうね。首を飛ばしたは僕が勝手に思ってるだけなんだけど。うん。とりあえず、被害者は間を送りつけよう。相田さん事件に巻き込まれました。言いにくいのですが、相田さんは殺人事件に巻き込まれた可能性が非常に高いです。殺人事件とまで言っちゃうんだね、もう完全に。もうそりゃもう死にましたって言ってるようなもんだよ。かわいそうよ、奥さん。そんな、なぜですか？主人は君を恨みを買うような人ではありません。ねえ、そう言ってたよ。確かに、その話しようか。社長さんもそういうこと言ってました。確かに、あ、でも、あ、そういうのないですか。殉教者の光のパンフどう？あ、ない。態度は愛妻家。愛妻家か、話せるじゃん。会社では旦那さんは愛妻家で評判でした。そうですか。主人は何もかも投げ打って私を支えてくれました。そんな主人に一体何か。いい旦那さんだったんだな。間、どうなってんだろうな。間、どっちなんだろう。間が、なんか、どうなんだろうね。どっちであってほしいんだろう、僕はこれ。難しいな。うん。間は自宅を売るつもりでした。あ、これ話せるぞ。自宅を売るという話を聞いてますか？あ、聞いてない、聞いてない。そんなことは聞いてません。お金のことは主人に任せてますので。会社退職してる話は？あ、知らん？わかんない。話せないか。自宅を寄付しようとしてた。あ、これ、よし。自宅を宗教団体に寄付するという話は？あの人がそんなことするとは思えないのに、思えないんだ。やっぱり。騙されてんじゃない？やっぱ、さすがにこれは。殉教者の怒りの信者だった。うん。同僚の証言からも、旦那さんは、殉教者の怒りの信者だったようですか。もしそうなら私には絶対話してくれるはずです。あ、知らないの？でもね、やっぱ、奥さんが倒れてから、なんか言い寄ってきたのかな、殉教者の怒りは。やっぱ騙されてるよ、これ。かわいそうだな。あと3つ情報。殉教者の怒りについて話せるかな？これかな？うん。新興宗教殉教者の怒りをご存知ですか？聞いたことあります？あ、聞いたことないか。その宗教と主人に何関係ありなんでしょう。いや、さっきの話の流れで察して。そこに入ってたんだよ、旦那は。パンフかな？これ。違うな。どれだろう。今日その首飾り。
これ知らないマーク。ちゃうか。いや、どれだ？コートの男の顔写真。いや、それはもう確認してるもんね。どうだろう。この辺はもう見せたよね。奥さんの話せるのはもう終わりかな。いやー、こんなもんか。ちょっとじゃあおっちゃんだ、多分。ちょっと待って、おっちゃんに奥さん、これ、あ、知らない。でも、なんか新しい場所調べられないしな。どうしたらいいんだ？あ、いけた。階段？奥さんの病気についての話をつけたら、主治医から病気の話が聞けそうです。奥さんの病気について聞きたいんだが。奥さんの病状は放っておくと1年も持たない。ああ、大変なんだ、やっぱ。入院して投薬による延命治療を続ける必要があります。治療にかかる費用は、保険外なの？これ。えぐ？金銭的な負担の大きい病気です。やばいね。もう、やらないと死ぬのに保険外っていう制度がおかしいかもしれない。奥さんは大病を患ってる。いやー、そうなんだ。待って。奥さんの大病。これもちょっと、もう少し医者に事情聞いてみようだ。よし、セットして。ちょっとお医者さん、治療費の話になったぞ、急に。さあ、さっきもおっしゃったか、その話。今のところ治療費は滞りなくいただいていますが、仮に払えなくなるとどうなる？心苦しいですが、退院いただく形は、こういうね。そういう感じか。やっぱそこをなんか新興宗教に付け込まれたんだなぁ。いやー、これ、ちょっと奥さん。奥さんに、奥さんに言うのも、かわいそうなんですけど、ちょっと治療費の話、ちょっと聞かせてもらっていいですか？治療費どうしてました？主人がすべて用意してくれていました。もしものために、主人は生命保険にも、あら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 。待って。やっぱ、そうなるとやっぱりあれじゃない？やっぱりさ、これそうなるとさ、これ、間がさ、殺してるよね、多分。わかんない。間が、教祖に殺してもらったとかいう話なのかな。それ、いや、つな場合はもう騙されてるんだけど。いやー、教団が自殺を、なんか、手伝ったのか、間が、生命保険のために自分と入れ替えて教祖を殺したかどっちかだと思うよ、これ。やっぱ首を手も切ってるっていう事件はさ、やっぱ入れ替わりあるよ。これ間やってる説、僕の中では押していきたいな。もしものための、生命保険と。いやー、やってるな、これ間多分。これはもう、僕の中では、確定したなぁ。間犯人だと思う、これ、僕。推理しましょう。いやー、これでもかわいそうだなぁ、間さん。間さんなんか、犯人だけどかわいそうだなぁ、ちょっと。犯人は、まあ、今のところ僕の決めつけだけど、どうなるんだろうな。ここまでの情報を整理してみましょう。間は勤務先では真面目な人間だった。家族のことに関して、ある問題。問題は、治療費です。医療費の問題を抱えていた。そうだね、これです。よし、次。いやー。しかし、間は自宅の売却をしようとしていたものの、それを医療費に当てるつもりはなかったようだ。間は自宅を売ってどうするつもりだったろうか。教祖じゃなくて、殉教者の光に寄付。これだ。自宅を寄付するつもりだった。
なんと、相田は準拠者の怒りに自宅を寄付するつもりだったようだ。一体なぜそのようなことになったのか。絶対騙されてるんだよね。その騙されてることに気づい、なんで気づいたんだろう。騙されてる人ってあんまりそういうの気づかないよね。信者系は特に。気づいちゃったんだな、でもどっかで、相田さんは。うん。相田が自宅を寄付する背景にはある事情があった。相田と殉教者の怒りをつなぐ証拠？相田は殉教者の怒りの信者だったじゃない？これでしょ。よし。相田は殉教者の怒りの信者だった。うん。奥さんの病気を治すために宗教にすがっていたようだ。やばいよね。かわいそうすぎるんだよな。うん。相田の行動には謎が多い。相田は病床の奥さんに全てを話していっただろうか。あ、話してない。あ、やっぱ、なんかここに来てちょっと相田を疑う空気になったな。やっぱ相田犯人説か？え、どうなんだろうな。相田犯人でいいのかな、このまま。わかんないけど、とりあえず、奥さんは相田が信者だったことを知らなかった。うん。相田はあらゆる面で困っていたようだ。いずれにしろ、殉教者の怒りの関与が濃厚になってきた。殉教者の怒りで過激な証拠つかも。あ、ちょうど次回、ついに、これこそ本当についにだね。殉教者の怒りに行っていいんですね。さあ。よし、殉教者の怒りの移動先をゲットです。さあ、多分物語もそろそろラストになってきましたね。次回はついに殉教者の光の本部へ行くということで。いや、次回ラストかな？次回かその次ぐらいで最終回になるんじゃないかなと思います。どうだろう？わかんないけど、さすがに。なんか、もうだいぶ真相には迫ってきたと思う。僕の読みではとりあえず、間が、殉教者の光の、に騙されて、いやでもなんでかわかんないけど、そのことを知った間は、いやどうなんだろう、最初からわかってて近づいた。いや、そんなことないよな。騙されたことに気づいてしまった間は、教祖を殺害し、そう、いやでも、どうなんだろう、生命保険のことを考えると計画的なのかな。生命保険を手に入れるために教祖を自分と入れ替えて殺したと僕は予想してます。まあ、全ては次回かその次ぐらい、まあ、最終回には暴かれることでしょう。それでは、今回こんな感じでおしまいにしていきましょう。それではお疲れ様でした。またねー。バイバーイ。